トータルフィードバックをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。クライフインザベッドルームの畑祐介です。レイの内山優愛です。片山しずくです。今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうちょっと今月のいただいたおテーマが、25年前の音楽、25年後の音楽について。いや、もう NHK みたいですね。本当だよね。本当ですよね。急に25年前って、はい、かろうじて琴山さんは生まれたところですよ、ね。1歳です。ですよね、はい。俺その時からクライフやってるって考えたらやばいよ。すごい。四半世紀でしょ。本当にすごい。もう俺も年取りたくなかったな。ずっと若手が良かったな。そうですよね。25年、ゆうちゃんって今2ですね。ですよね。次で3ですもんね、今年でね。25年後のこととか、なんか想像つくことあります？琴山さんの25年後が多分俺ぐらいなんですよ。はい。あ、絶対可愛いわ。絶対可愛いわ。いや、まあ、それは分かる気がするんですけど、でもなんかあんまりファッションとかは変えたくないなっていう感じはあります。俺変わってないわ。あ、なんか理想ですね。いや若い頃の、うん、サイズアウトしたものはもちろん着れないですけど、はい、なんか着てるものとかありますよ。全然手入れしとけば、先月の話じゃないけど、長く、うん、大事に長く。25年後って50過ぎてるんですよ。どうなってるんだ、はい、元気な50歳なんか年金の保険に入って、うん、もう入ってるの？それが入ったんですよ。おお、1年前ぐらいに。おお、で、いやいや、もう50歳とか55歳の時にもらえるお金とか別に興味ないしって思ってたんですけど、はいはいはい、でもその時かと思って今。そうだね。ええー。いや、だって自分が50で生きてると思ってなかったもんね。いや、本当そうです、ね。そうですよね。なんかロックスター早めに死ぬみたいな ね、そういうのね、本当死にきれずにここまで来るんですけど。いや。ゆあちゃんで25年経って、でもまだ50になってないんだもんね。40アイドルやってそうだね。やばいや、やってる気がする。なんか松田聖子さんとか、あ、バリバリアイドルじゃん。まだ美しく今でも美しくいられたらいいですけどね。あんなになんでこいちっちゃくどうなってんだろうと思って。本当に想像できない。そうよね。1年後2年後ももうなんかどうなってるかわかんない。ああ、そうか。アイドルの世界目まぐるしいですもんね。本当に目まぐるしいから、えみたいなことよくあるもんね、他のとこグループとかでもね。そうです。10歳。え、畑さんはどういう、25年後どうなんて。もう死んでるやろ。さすがにさすがに死んでるでしょ。そんな、いや、でも、70過ぎてんだよ、25年経ったら。うん、俺、いつまでフットサルできるのかなっていうのは、いつも考えてます。そうですよね。なんかうちのチーム、あのフットサルチームあるんですけど、うん、やっぱ俺より年上の人いるんですけど、ゴリゴリガン当たってくるし、すごい強いんですよ。あれ、あの人見ている限りやれるだろうなと思うけど、そう、多分怪我をするんでしょうね。いや、そうね、怪我がちになるんだと思うよ、50過ぎたら。そうだ、もう体がこう言うことを聞かなくなってくるというか、うん、嫌すぎるでしょ。いやですね。もう怪我とかします？ダンスとかで。しますね、自分結構。する。でも、ゆうちゃんって首がマジで弱くて。腰も弱いし。腰も首も弱くて。関節弱いね。関節弱いんですよ、本当に。なんかやってます？そのトレーニングとか、まあ、メンテっていうか。あの、整体とかめっちゃ行ってますね。行ってんだね。電気流したり。あの、この動画撮ってくれてる監督、あの、かぐさん。もうすごい、あの天才おじいちゃん知ってるんで、もうおすすめいただいて、もういつか行ってみたいですね。そうですね、二人がかりでやってくれるんで。すごい、ご夫婦で。二人がかりで2時間やってもらったんですけど、1時間寝てしまうってもう絶対もったいないことしてしまった。ゴッドハンドを、ゴッドハンドをね、浴びればいいと思うんですけど。でもなんかそういう、なんかこう年取ってくると体がどうとか話するのもなんかちょっと切ない感じが本当ですよね。するんですけど、でも大きな病気もしてないよね。そうです、2人とも元気ですもんね。はい、確かに琴山先生ずっとこのまま生きそうな気します。本当にトマト毎日こうやってそうね。トマトは毎日食べてると思います。もう0歳から食べてるんで。すごいね。
25年後のトマトと25年前のトマトって違うのかな。どんな、音楽の話しようとしたんだけど、トマトの話してるけど、すごい今かわいい疑問だと。でも ねトマト自体は、あ、でもなんか品種とかが改良されて、なんかその夏でも、あ、冬でも取れるように最近なってきてる。さすがお詳しいトマト博士。そうですよね。でもまあ、そうよね、トマト絶対品種改良されてる、はい、25年前の糖度と今の糖度絶対違うよね、はい、これだってそれも脈々とこうトマトが生まれた時から変わってきてるでしょ、うん、はい、そう考えると音楽ってそんな変わってないですよね。あ、どうなんだろう。なんか結局さ、90年代の音楽とかなんかまだ人気あるし、ね、うん、なんか時々革新的なやばいもん出てくるけど、うん、なんか最終的に落ち着くのはなんかメロディーがあってみたいなところに、うん、なんだこのまとめ方。でもなんか本当に今 AI でも絵も描ける時代だから、もう音楽も作っちゃいそうと思って、そのうち、え、まだ作ってんのかな。音楽作れるらしいよ。すごい、恐ろしい。でなんですけど、そのレイの新曲今やってるんですけど、でまあ僕の歌入れのバージョンがいつも聞かされて、僕それすごいもう自分にとってストレスで、変なキーの合ってない地獄ので、いつもあのマニピやってくれてるギターのヨシキがいろいろ直してはやってくれるんですけど、そしたらヨシキがこの間 AI に歌わせたソフトすごい、びっくりして、であのボカロみたいな、あーみたいな、あれはあれとさ、ボカロのあの感じと、あのキーボードでメロディー入ってるのって、なんかどっちもまあ無機質な感じで、ね、まああれももちろん良さは当然あるんだけど、それがヨシキがなんか新しいソフトってやつが、おマジでこれユウちゃん歌ってるのみたいな感じだったのよ。それできちゃったら悔しいな。悔しい。いやでもピッチ完璧じゃん。だってそれ人間のできないことだから。そう考えると音楽って変わったね。そういう意味では美術の方が。そうですよね。でもロボットには勝ちたいって常々思います。ね、その時にヨシキとの会話の中で、これあれだね、マジこれ歌の意味とかなくなってくる、ね。ただ声は負けないよね。つげ。話が終わった。そうっすよねってなって、やっぱり人間の出すこう温かみですよね。でそれレイはでもすごく、レイ全体には感じることでは、ありがとうございます。いやもうこれですから。あれ、うん、そうよね、そうかそうか。25年経って技術面本当変わりましたね。なんか技術面本当すごいですよね。録音とかもそうですけど。あれ岩ちゃんこっち聞くの？いや。全然弾かないです。左利きだったっけ？一瞬。右利きです。え、左利きのギターあるんですか？あるよ、知らないの？知らないです。レフティーっつって、左2割ぐらい高いんです。え、左利きの運命が。なんか朝ちょうどなんか左利きの人だったら、うん、こっちめっちゃ動くから有利なのかなって思ってたんですけど、逆にこっちなんです。そう、こうなって弾いてる。でそのレフティー用のギターっていうのが弦も全部逆になってて、でもそれってもう60年代の話で、あの昔 の, そのジミヘンドリックスってすごい有名なあの人とか、あの人とかそのままやってるんですよね。右用のギターを左とか逆なの。そうですよね。そうだそうだ、下に6弦があってみたいな、だからコードのフォームで、それが俺友達でやっぱ左利きのやつが打ち遊び来た時、すごいの、俺の右用のギターを普通に弾くの。あーすごい。左利きの人ってなんか特殊能力ありそうなイメージありますね。なんと俺ね、脳みそが鍛えられて左利きなんですよ。G なんですけど。あ、G が。でちなみにうちのギターも左利きなんです。あ、そうなんですか。そうなんです、結構いるよ。でもこんなもんだから。いやいや特殊能力が備わってない。いや憧れるよ ね、なんかまあなんかその人と違うのかっこいいみたいな感じはあります。俺いまだにそういう青臭い感がまだあります。人と同じことやりたくないそういう、そういう反骨心ってわけじゃないけど、そういうものがなんか成長につながっていくのかもしれないね。でそれがなんかちょっとずつ25年後の音楽無理やりまとめようとして25年間人間が自分の声で抗っていくとなんか違うものが、いや25年後も二人に曲作りたいですよ。いやお願いします。そのために生きてちょっとやめてくれろ生きててくださいはひどくないじゃあさんも生きてください。そうですね、ストレッチをちゃんとしてください、ね
もう意味わかんなくなっちゃった今月も楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。もともと好きな色が灰色なんですけど、シルバーも好きで、そのゼマイスティスを最初知った時にすごいシルバーっていう、シルバーだって全面シルバーをしてるみたいな印象を受けて、めちゃめちゃかっこいいなと思ったんですけど、言うまでもないとは思いますが、このやっぱり彫刻の感じが、私とウィリアム・モリスの壁紙とかすごい好きなんですけど、それに通ずるような植物のこういうデザインがすごく可愛くて、で綺麗だし、すごく一番気に入ってるポイントですね。あとはこのシルバーに彫り込みデザインが入ってて、これリーフ柄って草模様いうらしいんですけど、まあ、可愛さもありつつ、おしゃれさありつつ、かっこいいみたいな、いろんな要素があるギターだと思っていて、めちゃめちゃ気に入ってます。ところどころこういった部分にも彫り込み要素があったりして、はい、すごくかっこいいなと思います。あとは結構ゼマイティスってやっぱり黒とかのイメージも強いんですけど、これが茶色を基調にしてて、それもなんかこう柔らかい感じがあって、ちょっと反対なんですけど、そういう調和がすごく好きです。以前使ってたのがグレコのギターだったんですけど、それが結構ローが響かないなってちょっと思ったりして、でそのダウソフトの方であのローを足したりとかしてたんですけど、でその時に、このゼマイティス楽器をちょっと出会って演奏してみたところ、結構ローもちゃんと響くというか、ローもハイもどっちも綺麗にバランスよくなるなっていうのがすごく良くて、その違いがすごくあるなと思って、すごく響くいいギターだなと思います。私がやってるバンドだと結構私はバッキングギターを担当してるんですけど、私はどっちかっていうとミッドとかローに寄っていて、でしっかりこう隙間を埋めてっていう作業になるんですけど、そこがすごい得意なんだろうなという感じの音域で、すごいクリーンにしても綺麗だし、とてもいい音だなという感じですね。やっぱり好きなところはこのなんていうんですかね、ちょっとメタリカルなデザインというか、かっこよさというか、そういうのが前面に押し出ているところがいいなとすごく思います。ライブとかで持っててもすごく映えるし、ちょっと注目を浴びるようなギターだと思っています。よくファンの方からも言われるんですけど、ギターのここがキラキラしててすごい良かったよって言われるので、もう持ったら可愛いこと間違いないと思いますはい。
すすめです。